道草佐久佐々木達夫第9話クリスマスについて12月もうすぐクリスマスだというのに寒空の下公園のベンチで朝倉君は今日も本を読んでいる寒そう朝倉君はクリスマスはどうするの特に何もクラスのクリスマス会は 僕はそういうのは苦手なので来たらいいのに楽しいよプレゼント交換とかプレゼント交換興味ないですそうなの朝倉君ってプレゼントはもらったりするサンタさんからえっサンタそうサンタさん信じているんですかえっお願いするでしょサンタさんでですね僕は欲しい本があるのでそれを頼んでいますへえまた難しい本 難しいかどうかは本人次第です私はねマフラーお願いしてるんだマフラーもう持ってるじゃないですか違うタイプのマフラーえどれも一緒じゃないんですか朝倉くんまだまだ女子への観察力が足りませんのそもそもクリスマスというイベントには興味ないんですよじゃあ興味元そうだ私とプレゼント交換しよっかえ相手のために考えるのも哲学では大事なんじゃないの 正論ではありますが私はそうだな手袋欲しいな僕そういうのはちょっとじゃあ朝倉君が選ぶおすすめの本でもいいよそれならいいよね何でもいいんですかその代わり私も何でもいいよねお任せしますとっておきの考えちゃうから後日後藤さんから青いマフラーをもらうことになるのだがなんだか恥ずかしくて学校にはしていけないというのは ここだけの話である。